さらにこれからの季節は山登りを楽しむ人も多くなります。昨年度県内で起きた山岳遭難は19件、1人が死亡し、1人が今も行方不明のままです。その山岳遭難を防ごうと、今日八代警察署の山岳救助隊員が主要な登山口に注意を呼びかけるパネルを設置しました。その中で紹介しているのが、県が協定を結んだ会社が開発した登山アプリヤマップ。携帯電話の電波が届かない場所でも GPS で位置を確認でき、遭難防止や捜索救助にも役立つとして、県警は活用を呼びかけています。